なんだ先日ねラジオでね俺たち、日本放送さんに行きまして、まあ結構朝の5時までね行ってて俺ももう寝てなかったから2日ぐらいもうほんと眠くてクラクラしてでもう早くす控室行きたいと思ってね、透明なドアに気づかずに思いっきりドスーンぶつかってで俺もあんまなんかそういうおっちょこちょいなことをしないからなんかスタッフさんも、多分コロちゃんとかだったら笑ったと思う。でも俺がそのすごい勢いでぶつかったことをみんな気づいてるのに笑えないみたいな空気になってたんだね。変な空気になってたそんな中ルート君だけ大爆笑しながら大丈夫ですかそんなんだったそんなんだった。瑛人くん、いやだってその言葉忘れてないですからね。私はいや待って、それは私は忘れてませんよルートさん。本当なんですけど、ちょっと待って説明させて。いや、だってさ、説明の余地なし。なーくんが、これはひどいわ。これはひどい。なんか入り口が、透明なガラスの扉。あ、今も爆笑してるしだって。今も爆笑、これ、爆笑してるし。ルート君、ルート君の放送です、これ、皆さん。怖っ。これ。いや、違う。みんな見てなかった。あのね、コロちゃん、僕は見てた、あのコロちゃんですら、すごい大丈夫、本当、大丈夫ですか、頭とかって、心配してくれてたの、ルート君だけ、大爆笑。